戦隊のゴールドの戦士の紹介をする前に、ゴールドのヒーローの歴史を少しだけ振り返ってみましょう。日本で最初に登場したゴールドのヒーローといえば、名前にも入っている黄金バット、実写やアニメなどもあった黄金バットですが、最初の実写版は、1950年に公開された黄金バット、摩天楼の怪人。この映画の黄金バットは三銃士のようないでたちで、帽子をかぶったロングヘアーの金色のドクロのイメージ。ドクロ顔のリボンの騎士って感じのヒーローだったのでしょうか。しかし、当時はカラーでなくモノクロ映画であったため、ゴールドなのかどうかわからない。造形を生み出した長松武雄氏による絵物語の単行本などのイラストによって、顔の色が金色であることが確認できます。千葉真一が主演した1966年版の映画の黄金バットは襟付きマントを、つけたドクロ顔の金色の超人という従来のイメージのヒーローになりましたが、こちらもモノクロ映画であったため、やはり何色のヒーローなのか、映像ではわからなかったようです。金色のヒーローとして、最初にカラー作品で確認できたのは、テレビドラマに登場したこのヒーロー。人間に変身できるロケットの機械生命体、ロケット人間という設定だそうです。機械生命体といえば、現在放送中のゼンカイジャーの4人のロボットもそうですが、この4人は人間には変身しません。マグマ大使には妻子がおり、モルという妻とガムという息子がいます。妻子持ちのゴールドヒーローだったんですね。今や追加戦士が当たり前になった戦隊シリーズ。6人目がゴールドの戦士になることもありましたが、戦隊シリーズ最初のゴールドの戦士といえば、このロボットは戦士ではないですね。でもバイオマンの戦闘に立って、バイオハンターシルバに挑んだこともあるし、最終回でもバイオロボの動力となってキングメガスと戦ったので、一応取り上げてみました。1990年代の戦隊には6人目のシルバーはいましたが、以外にも6人目のゴールドはいなかった。と思いきや、ジューマハンター、ジークという戦士がいました。救急戦隊555、激突、新たなる挑戦士、というオリジナルビデオに登場したヒーローで、555の6人目の戦士ではなく、ライバルキャラとして活躍。装甲ジークは胸と腕の、部分に金色のアーマーやパーツをつけている。完全な金色のキャラではないですが、一応この動画では金色のヒーローということにしておきます。大レンジャーで竜レンジャーこと天下星亮を演じた和田圭一さんがジーク役を熱演しています。555をサポートする早瀬京子もジークから力を託され、ジークジェンヌという金色の戦士に変身しました。装甲ジークを入れるとなると、やはり、一部金色が入っているこの戦士や、金色のアーマーを、つけているこのヒーローも入れなければならないですよね。しかし、キバレンジャーの場合は白の方が、目立つし、キングレンジャーはやはり黒の方が、目立つ。90年代の追加戦士はなかなかに、微妙な感じの配色でした。ゴールドの戦士としてはっきり認識できるヒーローは2000年代に入ってようやく登場します。2005年に放送された魔法戦隊マジレンジャーのマジシャイン。全身にゴールドのパーツの割合が高いので、ほぼゴールドの戦士に見えます。2006年のゴーゴー戦隊冒険ジャーに登場した大剣神ズバーン。古代の秘宝、プレシャス。の聖剣レムリアが等身大の人型生命体に変身した姿、黄金の剣の時は主に冒険レッドが使用していました。2008年のエンジン戦隊ゴーオンジャーにはゴーオンゴールドという戦士が登場。ゴーオンシルバーと兄弟コンビゴーオンウィングスとして活躍しました。2009年の侍戦隊真剣ジャーには、寿司屋の青年が変身する真剣ゴールドが登場。
寿司屋の人は最近、仮面ライダーセイバーで悪党を演じていますね。2011年の海賊戦隊ゴーカイジャーの6人目の戦士ゴーカイシルバーには、ゴーカイシルバー、ゴールドモードという強化形態があり、歴代15追加戦士の力が宿ったアーマーを装着し戦いました。2012年の特命戦隊ゴーバスターズには、ジンマサトが変身するビートバスターというゴールドの追加戦士が登場。2013年の獣電戦隊恐竜ジャーに登場した恐竜ゴールド。2015年の手裏剣戦隊ニンニンジャーにはスターニンジャー。2017年の宇宙戦隊キューレンジャーの天秤ゴールドアマランスという機械生命体が変身しました。2018年の怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーの追加戦士パトレン X、 警察戦隊の追加戦士として登場しました。2019年の騎士竜戦隊竜装ジャーには竜装ゴールドが活躍。ということで、戦隊のゴールド戦士をつらつらと紹介してみました。マジレンジャーあたりからレギュラー的に登場するようになったゴールドの戦士。トゥーカイジャーはゴーカイジャーの追加戦士のように見えてしまいますが、これからの活躍に期待ですね。ご視聴ありがとうございました。面白いと思ったら高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、よほほい、よほほい、予報しまい。